こういう場で喋ったことがないので、手短にいきたいと思います。本当にこのような名誉ある賞、6得点7アシストというちょっと平平凡凡な記録でもらうのはちょっと心苦しいんですけれども、本当にありがとうございます。日頃こういうところで感謝の気持ちを言えないので、川崎のみんなに感謝の気持ちを伝えたいと思います。川崎の会社の方々、そして監督、コーチングスタッフの皆さん、で偉大なるチームメイトのみんなに支えられてこの賞を取れました。本当にありがとうございます。そして自分自身、サッカー人生で一番支えてもらったのはやっぱり家族だと思いますし、いつも支えてくれてる家族に感謝を送りたいと思います。ありがとうございます。もう喋ることがないんですけど、さっきののぼりがオケ上げてたの、僕もこれやりたいと思うんで、ぜひ川崎の皆さんお声をいただきたいと思います。そんなでしたっけ。おーじゃなかったですか。ありがとうございます。おめでとうございます。見事なる MVP 受賞でございます。家永選手、本当にチームメイトにも感謝をしておりましたけれども、サッカー人生さまざまなまた方々と出会い、そして、共に戦い、そしてここに至ったと思います。そんな中、家永選手の MVP 受賞を聞き、なんととある方からビデオレターをお預かりしております。一体どなたでしょうか。それではどうぞ。久しぶり、年間、最優秀選手賞 MVP という賞を受賞したということで、なんか事務所から家永選手が MVP 選ばれる可能性があるからメッセージくれてたんで、そしたらこれもし秋が選ばれたらまたこのメッセージどこ行くんかなって思いながら喋ってます。でもこれが続けるっていうことは、選ばれてるということで、改めておめでとうございます。全然連絡しようないんで、たまには連絡ください。サッカーに集中して、家族のために頑張っているのは分かりますけど、たまには古い友人にも、連絡を残して、会いに来てください。また昔話しましょう。本当に秋だけではなく、他のチームメイトの皆さんも、本当に活躍されたというふうに聞いてます。そこにいる、川崎フロンターレの皆さん、本当におめでとうございました。引き続き、また来年もですね、魅力のあるバスサッカーを、見せてください。楽しみにします。メルボルン距離の FC 本田圭佑選手でございました。家永選手、ビデオレターを聞いていかがですか。僕よりも喋ってましたね。会いに来てほしいなっていうメッセージもありましたが、いかがですか。本当に行きたいと思います。全く同じ誕生日、小学校からの付き合いということがそうですけど、中学校1年生から3年生の3年間だったんですけど、本当にいつも一緒にいて、皆さんたまたま生年月日も一緒で、本当になんかこう運命を感じる選手です。祝福のコメントでございましたが、さらに本日はそんなかっこいいお父さんをお祝いしたいということで、家永選手の2人のお子さんたちからお祝いの花束を贈りたいというふうに伺っております。それではどうぞステージにお越しください。
ですか。本当に嬉しいです。はい、感動します。どうですか、お父さん MVP 取りましたよ。言い残すことはないですか。何かお父さんにメッセージとかいかがですか。1年間すごい頑張ってくれたので尊敬するお父さんです。お父さん、どうだった、かっこよかった。よかった。なんか一言言ってあげたいことある。パパに何が言いたい。もう嬉しすぎて言葉を失ってしまいました。尊敬するお父さんという言葉ありましたが、家永選手はいかがですか。本当に自分よりも試合に対して熱くなるというか、試合終わったら方が良かった、あそこが悪かったって言ってくれたり、本当にいつも応援してくれるので、本当に頑張りがいがあります。先ほどスピーチでもご家族へ向けての感謝の言葉ありましたが、改めて2人のお子さんを前に、2人のお子さんにメッセージありましたらお願いします。本当にいつも支えてくれるので、自分も頑張っていい背中を見せたいですし、まあ、大人になったら、進化されてみたいと思います。はい、素晴らしい最優秀選手を受賞いたしました家永選手に、今日一番の盛大な拍手をどうぞお送りください。そしておめでとうございます。さあ、お二人ともありがとうございました。残念ですが、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。はい、最後に選手の皆さん全員にステージにご登壇をいただきたいと思います。まずはベストイレブンに選ばれました選手の皆様、どうぞご登壇くださいませ。